チェコ共和国議会大議員は、チェコ共和国の議会の会員。定数は200、任期は4年で、政党名簿比例代表制度による選挙で選出される。2002年の総選挙からは、首都プラハと13の州の、計14地区を、それぞれ一つの選挙区としており、ドント方式が採用されている。大議員は、プラハのマラーストラナ地区に置かれている。 大議員議員となる資格を持つ者は21歳以上のチェコ国民である。議員の任期は4年で、任期満了、死亡、辞職するまで在職する。2010年の総選挙の結果、改選前の市民民主党に代わって、社会民主党が第一党となった。ところが、社民党と左派のボヘミア・モラビア共産党を合わせても議席の過半数に達せず、また他党は、 社民党との連立を拒否したこともあって、社民党は政権樹立を断念した。他方で第二党となった民主党は、新党のトップ令9、VV による連立を組むことを決め、ペトルネチャス民主党党首を主犯とする連立政権を発足させた。しかし、連立与党の足並みは乱れ続け、幾度か連立政権は崩壊の危機に直面した。また、 VV が強引な主張を繰り返し続けたことから、2012年4月、VV 所属で副首相だったピークが離党を表明、民主党とトップ09及び、VV による連立政権解消に合意。ピークを含む VV 議員8名と大臣2名が、新党、リーデムを決闘し、民主党とトップ09及びリーデムによる連立政権が新たに発足した。ありがとうございます。